さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はチャペルアンナ、チャペルアンナ先頭、2番手はスピードワールド、追いすがる。残り 200m、 チャペルアンナ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。待機シャトル抜けた、スピードワールド追いすがります。待機シャトルゴールイン、待機シャトル1着、2着にはどうやらスピードワールド、見事に勝ちました。待機シャトルスピードワールド2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはメジロブライト、あと 200m、 後続を引き離すメジロブライト、足色は衰えません。2番手は西のコース、メジロブライト独走、メジロブライトぶっちぎりです。メジロブライト1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。メジロブライト4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは藤野真剣王、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 オフサイドトラップ抜けた、大外から一気にダンスパートナー、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ1着、2着にはどうやらダンスパートナー、これが G1 馬だ。オフサイドトラップコーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。
先頭は菱やけぼの、残り 200m 菱やけぼのアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はヤマニンパラダイス、やはり強い菱やけぼの、菱やけぼの、菱やけぼの1着、2着にはどうやらヤマニンパラダイス。まずは前哨戦を制しました菱やけぼの、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。